チートムーンマイニングノート、ウェブブラウザーでノードを実行することできます。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハッチノです。今回はチートムーンですね。このトップ画面のこの辺ですね、友達を招待してくださいと追加情報の間にこんなね、マイニングノートの、はい、エリアができましたということで、開始するには当初のウェブサイトにアクセスしてくださいということでですね、まあ、ここに ID とかノードパスワードステータスって書いてあるんですけれども、まずですね、ここにインフォメーションのマークがありましたので、こちらをねクリックしてみてください。はい、そうしますとね、こんな感じで出てきます。マイニングノードの使用方法はということで、マイニングノードを使用するとトランザクションを検証し、デスクトップコンピューターを使用してネットワークを強化できます。ウェブブラウザーでノードを実行することにより一定の収益を得ることができます。開始するには当社のウェブサイトにアクセスしてください。はい、でノードはコンピューターのウェブブラウザーで当社のウェブサイトから直接実行できます。ノードがトランザクションパケットを完了するために報酬を受け取ります。ノードが敷地に達するとアプリで報酬を収集できます。 800CTM 報酬の敷地に達したらノードを再起動する前に報酬を収集する必要があります。これは手動で行われます。はい、アプリからリモートでノードの進行状況を監視できます。接続後にアプリを再起動してノードを表示しますと、はい、いうことですね。じゃあですね、実際にウェブサイトですね、ホームページの方を見てノードの方をね設定していきたいと思います。はい、でこちらがね、チートムーンネットワークのウェブサイトホームページになりますけれども、こちらちょっとね下の方をめくっていくと、ここですね、チートムーンマイニングノードということで、はい、ウェブブラウザーでノードを実行することができますということでね、書いてあります。で日本語おかしいですけどね、早ましょうっていうところを押してみます。はい、はい、そうするとね、チートムーンマイニングノードということで、ウェブノードポイント上で実行かマイニングノードの連結と、はい、いうのと、あとデスクトップノード、こちらの方はね近日公開ということなので、今回はこちらですね、ウェブノードの方で、はい、やってきたと思います。じゃあですね、こちらのダッシュボードというところをねクリックしてみてください。はい、そうしましたらね、こんな画面になると思います。チートムーンウォレットとノードパスワードを使用して開始しますということで、こちらにねウォレットのアドレスを記入して、あとノードパスワードというところを入力しますと。で、こちらにね、マイニングノードの使用方法はと書いてありますので、まず見ていきたいと思いますけれども、ノードが収益を正しく預けるには、ウォレットを接続する必要があります。こちらにね、ウォレットを入力しますと。ブラウザウィンドウが開いていて、フォーカスが合っている限り、ノードは実行されますと。はい。で、ノードがトランザクションパケットを完了するたびに報酬を受け取ります。ノードが敷地に達するとアプリで報酬を収集できます。で 800CTM になったらアプリの方でね回収できるということですね。で報酬の敷地に達したらノードを再起動する前に報酬を収集する必要があります。これは手動で行われますということで、多分この 800CTM を受け取るたびにノードを再起動しなきゃいけないってことですかね。はい、でトランザクションが不足することのないチートムーンアルゴリズムのおかげでノードはマイニング中に互いに競合しません。ノードは互いにトランザクションの検証を支援しますと、はい、いうことです。はい、じゃあですね、こちらにねウォレットのアドレスとあとノードパスワードを入れていきますけれども、アプリの方を開いていただいて、まずはですね、一番この右側のねプロフィールのところですね、で開いていただくとウォレットのアドレスねコピーできますので、こちらをコピーしてきて、はい、ここに貼り付けますと。はい、でもう一つはね、先ほどのトップページのところですね、マイニングノートのこの真ん中辺にノードパスワードと書いてありますので、こちらをこのノードパスワードのところに入力しますと。はい、で両方ね入力できたらノードログインというところを押してください。はい、そうしますとね、こんな画面に切り替わると思いますね。で、ID が出てきてまして、ステータスが停止となっていますので、はい、ここでね、開始ノードと押していただければ、はい、ノードマイニングがスタートしますということで、はい、スタートするとね、こんな画面になると思います。はい。で、取引のね、進捗状況ということで、ここね、分母、分の分子、この分子がどん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 ね、カウントアップされていって、どんどん溜まっていきますと。で、これが 800CTM まで溜まれば、
ね、アプリの方で引き出せるということですね。はい。で、ノードが機能するにはページが実行されている必要がありますと。ウェブブラウザーで、ノードマイニングしているので、このね、ウェブブラウザーを立ち上げっぱなしにしてないと、ね、マイニングされませんと。閉じてしまうとマイニング終わっちゃいますと。ね、ノードを停止する場合にはページを閉じるだけです。はい。で、通常、ノードは収益収集の敷地に達するまでに8時間かかりますということなので、800CTM 貯まるのに8時間かかるということなので、もう、ノードね、動かし出したら8時間はね、ブラウザ閉じないように、ね、止めないようにしてくださいということですね。最大収益敷地に達すると、ノードはパケットの検証を停止します。これが発生したら、アプリで収益を収集し、ノードを手動で再起動する必要があります。通知されますと、はい、いうことになります。でね、このステータスが実行中となっていまして、でアプリの方を、ね、開いてみると、はい、先ほどは、ね、停止だったんですけれども、パソコンの方でノードを、スタートさせると、アプリの方でもこんな感じで緑色に点灯しますので、はい、これを見てね、まあ、8時間経ったら、ここがね、800CTM に達したら、はい、ノードマイニング終了ということで、アプリの方で回収して、パソコンの方はね、続けるんであれば再起動っていうか、画面をね、ウェブ画面をリフレッシュすれば、はい、多分始まると思いますので、結構ですね、800CTM ね、なかなかの数字だと思いますので、最近やり始めた人なんかは本当にね、結構大きな数字なんじゃないかと思います。で、結構友達とかをね、紹介できないとなかなかマイニングスピード上がらないんですけれども、ね、ノードマイニングは本当に自分のパソコンで動かせばそれだけね、報酬が得られるということなので、あまりね、紹介できてないという方はね、ぜひノード、はい。で、ウェブノードマイニングなので、もう本当にパソコンを持っている人であればね、誰でもできると思いますので、で設定も私ね、やった限りだと全然難しくないです。はい。ね、ウォレットのアドレスとあとパスワードを入力するだけなので、結構簡単じゃないかと思いますので、ね、ぜひやっていただければと思います。はい、ということでね、チートムネットワークまだやってないという方はぜひね、こちらの QR コードからアプリ読み込んでいただいて、この紹介コードですね、私の誠358というコードを入力していただければ私のチームにね、入れますので、ぜひね、一緒にやっていただければと思います。で、詳しいね、登録方法とか遊び方については、こちらのサムネイルの動画でね、詳しく話していますので、この画面ですね、ぜひスクリーンショット撮っていただいて、こちらの QR コードを読み込んでいただくと、この動画見れるようになっています。QR コードの読み方、こちらにね、左下に書いてありますので、これを参照しながら QR コードを読んでいただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリ、アグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏、いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在、iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し、上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は、今すぐ始めてください。スターネットワークです。
1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 SNS で投稿して運営して紹介して稼ぐアプリ NEXT SPACE です。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作ってコインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の BCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。 CoinX マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。 P ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 P がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。15分ごとにスロットを回して最大30サトシがもらえるフォーセットサイト、ビットコインスピンです。こまめにルーレットをスピンしまくってサトシをじゃんじゃん貯めましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。1時間に1回スロットを回して無料でポリゴンマティックがもらえます。コインペイユーやパイプフレアと合わせてポリゴンマティックを貯めまくりましょう。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。
イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。日本語対応している音カジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター、2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。